はい、皆さんこんにちは。今日は100円ショップセリアから2種類4点ほどピックアップしました。ガジェット系のコーナーではないところからのピックアップで、1つ目はカー用品の吸着シートですね。こちらは本来の車の中ではない使い方で応用が効かないかなと思って買ってみたものですね。であとは超強力マグネットというものは、これもね、iPhone、iPad Life にうまく活かせないかなと思って買ってみたものですが、どれも108円ということで、どういう使い方をするかは本編ご覧くださいませ。それではいきます。はい、それではまずはカー用品吸着シートですけども、こちらはですね、セリアはセリアですが、どうも仕入れ品みたいですね。特にセリアマークは入ってませんが、株式会社みつきというところの製品のようですね。108円となっておりますけども、でこれはね、何に使うかって、今までこういった四角い小さめの吸着シートを使ってですね、まあ、iPhone とかこのフィルムの貼り替えとかに使ってたんですけど、ちょっとね、安定感が良くないんですよね。やっぱり大きさが足らないという部分もありますね。でそれでこちらのセリアの吸着シートをちょっとね、使ってみようと思ったわけですね。大きさがどうやらスマートフォン、まあ、iPhone なんかにねぴったりなんで、これであればビタッとね密着した固定ができるんじゃないかというところですけども、まあ、まさにね、このスマートフォンサイズという、ね、ことですけども、まあ、いわゆるね、ジェル系のベタッとしたね、これね、物体なんですよね。で、こうやっても机にベタッと貼っちゃって、で、この剥離シート、こっち側も剥がすと準備はできたというね、感じですけども、で、これに、これは iPhone8 Plus ですけども、プラスサイズでもね、ピタッとくっついて、あ、結構ね、固定力強い感じですよ。グラグラもね、しないし。うん、これだったらいいんじゃないかな。で、前のフィルム剥がすのに、こうやってみましたけどね。あ、これもね、特に浮いてきたりしないですね。で、一通りフィルムの接着作業をね、やってみますが、まあ、掃除はもうね、全く問題ないですね。ぐらつきないですし。で、あとはちょっと力のかかるこういうホコリ取りシールなんかも、うん、これもね、問題ない感じですね。うん、OK、OK。で、まあ、これ本体ね、貼っちゃいますね、フィルム。で、これも、位置決めもグラグラしないので、非常に貼りやすい感じでしたけども、うん、かなりね、これいいですね。これでやれば、結構綺麗に貼れんじゃないかな。で、そんな感じで最後、力のかかるね、密着もグラグラしなくてね、十分。剥がすのはちょっとね、ひねりを入れるとすぐに剥がせました。うん、いいんじゃないでしょうか、これ。で、机から剥がして、まあ、再利用もできるんで、こんな感じで、剥離シートくっつけて、あ、すごい伸びますね、これね。ただ、まあ、机は、うちのはこれ、塗装のしてないウッドなんでね、ちょっと表面持ってかれた感ありますけども、で、その後水拭きみたいのしたら元に戻ったんでね、まあ、そんなに気にするとこではないかもしれませんけど、一応デリケートなテーブルなんかの方はね、ちょっとやめた方がいいかもしれないですね。で、次は超強力マグネットです。私のパソコン机、まあ、iPhone は基本的にスタンド型の地充電器でね、やってるんですけどね、これスッキリしていますんで、ただ、急ぎの時とかね、このパワーデリバリーの高速充電の充電器を使いたくなりますよね。で、この USB-C ライトニングケーブルを使って、で、まあこれで有線接続すればですね、まあ、かなり早い充電ができるんですけど、ただね、残念ながら、この電源から引っ張って机に持ってくるとね、このコードがやっぱりね、ビヨビヨってなって汚いわけですよね。で、これを常時つけとくのも嫌だし、で、iPad も今、パワーデリバリー対応のも増えたんで、でそもそもね、背面の無線充電できないから、こういった有線充電器を使うわけですよね。で、その場合もね、こうやって非常にね、汚いコードが、まあ、収集つかなくなるということで、で、この Mac のね、後ろ側なんかを通して、で、こうやって持ってくる方法もやってるんですけど、
これはこれでね、このちょっとすみません、ピンが甘いですけど、こうやって怒ってったりするんでね、これが探すのがね、めんどくさいんですよね。それで今回この超強力マグネットというのをセリアでね、見つけたんで試してみようと思ったわけですね。で、これを机にちょっとね、まあ、簡単に固定するのに使えないかというね、ところで。で、サイズはね、いろいろありまして、この磁力もね、ちょっと微妙に違うようなんで、3つ買ってみましたけども、一応ライトニングで試すと、まあ、これ今パッケージ越しですけどね、まあ、ちゃんとつくはつくんですね。これは180ミリテスラと書いていますが、でこの16ミリの方は170ミリテスラ、まあ、ちょっと違うのかな。でこの23ミリは140ミリテスラという感じで、でちょっとまずはね、13ミリの、ちっちゃいやつからねやっていきたいと思いますけども、でこんな感じでね、まあ、指先サイズぐらいなんですね、とっても小さいですね。で裸でつけてみると確かにピタッとくっつくので、で机に固定するのはこの両面テープを使おうと思います。以前ポップソケッツの固定に使うのに、買ったテープですね、 3M のやつなんですが、でこれ剥がしてこのマグネットをねくっつけてみますけど、ただまあサイズが違いますので、まあ、どうしてもね切らないといけないというのはありますね。でまあ切り方はね、カッターとかの綺麗に上がる可能性もありますが、私はまあちょっとね、まあ動画なんでザザッとねスピード感でハサミでやってしまいましたけども、このあたり、まあ、はみ出ないように注意して切る必要があるはありますけども、まあどんな両面テープでもねいいと思いますが、スポンジのかましたやつの方がいいでしょうね。でまずはね、ちょっと机の端っこにペタッとつけてみて、で、これでグッとね密着して、でライトニングねつけてみますけども、でつけてみるとね、ちょっとね机の端につけすぎたせいか若干不安定です。磁力はあるんですけど密着度が足らないので、この辺りの方がいいのかなっていうね風に思って位置をね変えてみることにしたんですけど、だこのライトニングのヘッドの部分がぴったり来るようにこのぐらいの位置にねしてみたんですけど、そうするとねここの根元の支えもあってね、いい感じの固定ができました。ただ残念ながらなんです、これ USB Type-C ですけども、これがね磁石にくっつかないんですね。どうやらこの先っぽはアルミかなんかなんですね。マグネットがつかない金属の加工品のようで、ちょっとね何かしら工夫があればいいんですけど、ちょっと思いつかなかったですね。で壁につけたらどうでしょう、ライトニング壁でつけると意外とね大丈夫みたいですね。引っ張るまでね力もそこそこいるし、でこうやってぶら下げた状態でも問題ないので、でだからこのディスプレイのねちょっと裏側なんかにこのマグネットつけてね、まあ目立たないようにするのも一つの手かもわからないですね。で次、16mm 中ぐらいのサイズのやつですね。磁力はね 10mm テスラ落ちている感じですけども、サイズの違いは 3mm という感じで、これは2個入りなんですね。でこれも同じように加工してペタッとね貼り付けましたけども、でこの状態でつけてみるとどうでしょうか。なんか問題なさそうですね。どうやら磁力ねちょっと違うんですけど、こうやって試してみた感じだとそんなに大きな違いを感じはしないというねところなんで、これもねいいんじゃないでしょうかね。まあ目立たないとしたら小さい方なのかもしれませんけどね。で最後大きいやつですね、これ23ミリのやつで、これなんかねパーツが入ってたんですけど、これは多分梱包時にひっつかないようにするためでしょうかね。で剥がしてみてこのぐらいの大きさなんですけど、説明書き見てもね特にねこのプラスチックパーツのこと書いてないんで、これは梱包材でしょうね。で同じくこのようにまあいい位置にね貼り付けて、でこのライトニングくっつけると、これもねそんなに問題になるほど磁力が甘いわけではないので、まあ、この大きさでもねいいんじゃないでしょうかね。でこの大きさだったらこう2つつけたりもできそうですし、ただちょっとコードが絡まってると少し浮いたりはするんで、そのあたりはね、なんとなく位置関係は
こうちゃんとした方が良さそうですね。これで密着したというねところです。でこの大きさだと2つできますけども、こういう小さい方とかだと2つってどうなんでしょうね。でこれもまあできないことはないですけど、ちょっと無理がある。で中ぐらいのサイズ、まあこれもできないことはないというね感じですけど、まあできたらこっちの大きさの方が2つ同時につけるんならいいのかなというね感じはありましたよね。でこれベルキンのやつ USB-C2 ライトニング問題なくつきました。でアンカーのね USB-C2 ライトニングはこれ頭がでかくてコードが硬いんですけども、これをねやってみるとちょっとねやっぱりコードが硬い分ですね、少しコードにかかる力の影響を受けやすい感じは、まあ、ありますけどね。だからまあちょっと細めのケーブルでやった方がいいのかなっていう感じは正直いたしましたね。でこれマイクロ B ですね、 USB マイクロ USB っていうのかな。でこれはね残念ながらタイプ C と同じくねくっつかなかったですね、うん。まあ、いずれにしてもねこうやって iPad mini 充電するのにパッとね持ち上げて充電ができるという感じで、まあ、結構ね利便性は上がったんじゃないでしょうかね。でこれで、ね、後で時間経ってみたらやっぱりこの面積がちっちゃい一番小さいやつはどうしてもこの両面テープが弱いんでね、途中で浮いてきたんで中ぐらいかこの大きいやつを使った方が良さそうな感じはいたしました。はい、ということで今日はセリアから108円の家用品吸着シートっていうので iPhone のフィルムの貼り替えをやってみたり、あとは超強力マグネットではライトニングの固定ですよねやりました。なんか前ねニュアンスってところがね専用品出してたんですけど、自分で両面テープ貼ればね使えちゃいますから、こちらの方がお得かなと私は思いましたね。ただまあ一つね課題は残りました。 USB Type-C がマグネットでつかないということとかね、あとはマイクロ USB もねつかなかったんでね、このあたり何か根元にスチールの部品をつけるなどの自分の工夫が今後の課題ではないでしょうか。まあ、いずれにしてもねこういうの応用編って楽しいですよね。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。